森林プロデューサー山中慎一郎の森林哲学浜松パワーフードベジファーストキャンペーンの森林浴、浜松市の方のね健康増進課の方からこのようにね、チラシが送られてくる。まあ健康浜松21推進団体に、となっているので、私のね、代表を務めるNPO 森林ウォーカーズゆとりが、それでまあ、周知についてと皆さんにね、拡散して広めてくださいというようなことでね、郵送されてくる。まあ、これは裏面ね、全部税金でね、このようにね、されてるんだけど、まあ、浜松市とね、浜松ウェルネス推進協議会っていうのがね、一緒になって進めていると、このウェルネス協議会っていうのもよく、推進協議会、これも結局市職員の天下り先になってるんじゃないかなと思うんだけれども、要するに浜松地産地消でね、野菜を食べて、で、糖尿病血糖値高めの方にはね、まず、これ、ね、パワーフード、ベジファースト。だから、ベジファーストで野菜を優先して食べましょうみたいなことなのかと思ったら、そうじゃなくて、まず野菜から食べてと。それに食事の仕方ね。食事の最初に植物繊維が多く含まれる野菜、キノコ類、海藻類を食べてから、それから肉や魚、タンパク質、もしくは、その後ね、ご飯やパンなどの炭水化物なんかを食べると。これはガッテン、NHK のね、昔は試してガッテン、今はガッテンで、やられている、食事の仕方。要するに、まず野菜から食べて、それも、ここには書いてないけども、5分。5分かけて野菜を食べて、その5分後、5分経ってから、タンパク質や炭水化物を食べるというようにね、言ってるみたい。そうすると、血糖、それに急激にね、ここにも書いてあるけども、急激な血糖値が上昇がね、抑えられると。でも、糖尿病、これも一種の糖尿病というか、ガーンってね、血糖値が上がるっていうのも、一つの糖尿病のパターンというふうに言われて、最近ね、言われてきてるんだけれども、糖尿病っていうのは基本的に、血糖値がずっとね、高い状態が、長く続くというように、僕は理解していた。これは間違ってるのかもしれないけれども。合点にあやかって、このように、僕はね、必ずこのような食べ方をする。まず野菜を5分かけて食べて、それから、タンパク質や炭水化物と。そのおかげなのかもしれないけれども、僕は今のところ、献血の時の血液成分の、検査で、糖尿病に関する血糖値関係に関わる数値はね、一度もね、再検査とかいう、要するに、基準値を外れた数値になったことがないんでね。なので、糖尿病に関しては調べたこともないし、勉強したこともないし、よくわからない。ただ、この食べ方は、要するに、理にかなっているというような感じがするんでね。要するに、昔みたいに三角、僕らがね、小中学校の時の三角食べ、要するに、これ食べて、これ食べて、これ食べてっていうふうに三角食べ、いろんなものを順番にこうやって食べながら、食べながら、食べながらっていう感じで食べましょうじゃなくて、まず野菜を食べる。それから、タンパク質。そして、炭水化物。要するに、その種類によって、すべて食べきってから次食べきって、そのして最後これを食べきるというよね。全く変わってきた。考え方が。なので、健康に関してはこのようにどんどん変わるっていうことがね、だから昔の考え方、要するにおばあちゃんの知恵みたいな、それもいいんだけども、それが間違ってる可能性があると。そうじゃない方がいいということも、あったりするのでね、このあたりはね、なんとも難しいところなのかと思う。浜松パワーフードベジフードキャンペーンの森林浴。